オフィスシオン FM しきたりアカデミー。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは家族葬の現場からです。オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日は2011年7月16日のブログより、天国へのお引越し。お一人で団地で暮らされていたお母様が亡くなられました。 UR 賃貸の巨大な団地です。まだまだお若いので一人暮らしでも安心しておられたんでしょう。まさか亡くなっていたなんて。発見されるまで1ヶ月以上経過していました。まさかと私もそう思います。病気一つない方が突然倒れてしまうなんて想像もできません。ご本人であるという証のため、事件性がないかなどというため解剖になってしまうんです。とても辛いことですが、今ものすごい勢いで増えているそうです。警察の霊安室もいっぱいな状態だと伺いました。どなたが悪いとかいうわけではありません。最近では巨大な団地でも自治会長さんの役割はないそうです。もう3年ぐらい自治会費は集めてないみたいとご近所の方にお聞きしました。時代といえば時代なんでしょうか。さて本日は火葬を終えられた娘さんと一緒に部屋の片付けに来ています。一人で部屋に入るのが怖いので、一緒について来てくださいとおっしゃってくださったのでお手伝いいたします。疲れ切った娘様には部屋の片付けをする気力は残っていませんので、キーパーズさんにお願いをしました。天国へのお引越しのお手伝いをされている会社です。キーパーズの担当の方はじっくりと娘様のお話を聞いてくださっています。この方たちなら任せて安心です。お部屋を一日できれいに全部処分、消毒、清掃されました。きっと亡くなられた方も安心して天国へ行かれたことでしょう。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。そして今回オフィスシオンの寺尾社長監修漫画で丸わかり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、わかりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで、当日を迎えてなど漫画でわかりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見、ご感想を募集しています。本をご希望の方、そしてご質問等は住所、氏名をお書きの上、メール info@nara.fm、 ファックス番号 074224-8422、 郵便の方は郵便番号 630-8334、 奈良市西野新屋町43番地奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは074224-8415、奈良ドット FM へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。家族葬専門葬儀社、オフィスシオンがお送りいたしました。